今日はこの表現を学びます。設計現場では図という言葉をよく使いますよね。図面製図は drawing と言います。では、図面を書くは draw です。では、組み立て図面は何と言うでしょうか？正解は、組み立て図面は assembly drawing です。三次元の組み図があれば、部品の関わり方が俄然わかりやすくなりますよね。百聞は一見にしかず。Seeing is believing ですね。またね。